市出身なんですけど、今は長野県の佐久市というところにいます。地震の時は仕事中でしたけども、仙台の空港のあたりの津波のやつとか見てすごいびっくりして心を痛めてましたけど、まあ今来る途中も街並みがえらい、もう何もなくなっちゃっててすごく悲しかったですけど、すごく皆さんが力を合わせて片付けとかも頑張ってもらって、一番多分片付けが嫌な作業だと思うんですけど、でも綺麗になってましたんで、これからは頑張ってってもう何回も言われちゃってると思うけど、また作り上げてってください。また来ます。先は長いと思いますが一緒に頑張っていきましょう。気仙沼出身なんですか？はい。どうですか今の気仙沼見て。気仙沼、本当にショックですね。自分の町がちょっと変わり果ててしまってショックなので、やはり自分もこの気仙沼出身として、その将来は気仙沼に残って、その気仙沼を盛り上げていこうと思います。